はい、今日はね、札幌にある JR タワーに行きたいと思います。大人740円入りましょう。よろしければ発見ボタンを押してください。ただいま発見中です。フロアが2つしかない。うわー、すごっ。うわー、天気を。あそこの広場が北大かな。で、そのもう一個奥に見えるのが札幌競馬場ですね。で、ここに見えるのが新川通りで、あそこがね、小樽の方です。今日天気がめちゃめちゃ良くて、遠くの遠くまで見えますね、札幌って書いてます。これ西の方だね。あ、へえ、こっち側山がすごい多いな。あ、電車があんな小さく見えます。これもう駐車場も解体してるのかな。で、これ札幌駅の南口ですね。タクシーがいっぱい入ってきてます。大丸がね、こんなに小さく見えるなんて、こんなことある？すごい、タワマンの上にヘリポートあるんだ。すごい。カフェとお土産ショップもあります。やっぱ外国人がすごい多いね。はい、南側です。これ札幌ファクトリーですね。ドーム状のやつがこっからでも分かります。で、まさにドーム、あれがね、札幌ドームです。あっちが、福住、菊水とか、白石の方ですかね。白石もうちょいこっちかな。で、最近できたココのすすきのが見えます。だ、U って書いてますね。何の U なんでしょうか。山がすごい綺麗だね。はい、ワッフル注文しました。めちゃめちゃ甘い匂いがします。ノンシロップで、これトントンです。ちょっとミントごめんなさいして、生クリームの量えぐ。日沈むの5時半とかですよね。ね、2時間もあるわ。だいぶゆっくり。夏だよ、嬉しい。夏ですね。悲しむ人が出る嘘は良くないなと思って。ああ、そう、悲しんでる人いた。いや、団子さんとかそういうなんか、まあ嘘かいみたいなで終わるならいいけど、リスナーさんの中では、え、本当にないのみたいな、うわ残念みたいな。そういう嘘は良くないなと思って。悲しい、そう、悲しむ、そっか、人が悲しむ嘘は良くないな。めちゃくちゃ喜んだ人は悲しむ。そう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 。確かにそれだったら、今何個あるんだ、市長さん。179個作れますもんね。やばい。はい、東の方ですね。いつもね、下から見える JR ですね。こうやって東に伸びています。この先に北広島とか千歳とかね、ある感じです。ちょうど今いないね。で、あっちは、あ、ここに津ドームが見えます。丘珠の方ですね。丘珠空港があったり、あ、ちょうど電車があっち側に走っていくわ。まあ、こっちは苗穂の方かな。苗穂の方、あっちは石狩の方だね。だいぶ先の方まで見えます。すごいな、こう見るとでかいね、札幌って。はい、後ろには電子ピアノ。これね、前期間限定で、ストリートピアノとなっておりました。ちょっと僕はね、あいにく来れなかったんだけど、またね、機会あったら弾きたいね。で、これ目の前の多分ホテルがね、建てられていると思います。完全ホテルっぽいもんな。もう最近ね、札幌のオリンピックの招致失敗した後のありましたけど、こんなにホテル作って大丈夫なんかなと。ここら辺ホテルめっちゃありますね。まあ、できたらね、調査がてら泊まりに行きたいね。わ、出た、これがかの有名な開放感のありすぎるトイレ。あそこ少し見えてるけど、こんなん出るものも出ませんよ。これ引っ込むて、すごいな。で、こっちはどっち側だ？あ、北側ですね。あ、これでさっきのところに戻ってきたんだ。まあ、今日ね、夕日がね、沈む様子をね、見たいなと思ってきましたので、あと1時間半ぐらいかな。若干ね、あっちの方も暗くなってきましたが、それを見て帰ろうと思います。今日ね、平日だから人はね、あんまりいないみたいで、でもこれでもね、多い方みたいです。普段どんだけいないねんっていう話ですけど、すごい景色がね、綺麗なんで、皆様ぜひ来てみてください。38階 160m って書いてました。もうね、僕も高所恐怖症なんだけど、意外といけるね。この手前の台がね、いい仕事してくれてます。もうお給料上げちゃう、この台に。記念メダルここ暗いからって言って、こんなおしゃれ男子の家にあるようなライトをかんでもって感じですけど、これ欲しいもんな。なんなら北口の分かりやすいね、バス乗り場とタクシー乗り場です。あの下にね、札幌地下駐車場があります。僕の我が家です。はい、夕日が完全に沈みました。夜景綺麗だね。札幌はなんか一回全国第三夜景に選ばれたことありますよね、確か。こっち南口ですけど、すっごい綺麗です。まだね、真っ暗じゃなくて、この明かりですから、真っ暗になったらもっとね、綺麗なんじゃないかなって思います。はい、一番左にノルベスの観覧車がピンク色に光っています。いいね。こっち側はあんま光ってないな。見える見える。え、すごっ。見えるけど。あ、お試し期間終わった。お試し期間終わった。残念。200円入れてくれと。今度入れます。でもぶっちゃけ、あ、見えた見えた。うわ、正直スマホの方が画質がいい。ほら、駅前通りめっちゃ綺麗。カニ本家も神々しいね。すごいアップにしてもこの画質かい。15すげえわ。じゃあせっかくなんでこの来場記念スタンプ押してみます。この僕の手帳に。おお、かすれた38回読めない。はい、ということで今回は JR タワー、展望台登ってみました。日がね落ちる時間まで見たんだけど、すごいね綺麗でした。皆さんもぜひね行ってみてください。